はい、どうも、アッキーです。パネルベルの初参加です、ね。皆さん、乾杯ありがとうございます。あ、なんかテレアって聞いて、なんかちょっと懐かしいなと思いました。私、2005年から2007年くらい、高校最後から、まあ、就職し続くらいなんですね。まあ、もう OS 開発ってなったんですけど、30日でできる OS 作業ってありましたね。あれを見ながら一生懸命作ったんですね。なんか E821 とか Int とかの GE とか、懐かしいような道具があるような、頭痛がって感じですね。はい。この辺の URL ですね、3回目に行くことができます。で、今日の内容ですけど、もちろんテイリアとの関連性ありません。むしろテイリア。そして、なぜか全く起きないようにですね。すごい。ひどい。そして頭にかぶっている声がですね、博士号のコスプレでございます。アマゾンですよ、誰かから手をですね、送られまして、なんか2個来たんですね。結構ですね、イムス知事が持ってるこの紙、印刷されてるんですけども、全身で着るタイプですね。あとはちょっとコンピュータータイプ。で、こっちにでかい本ってあったら、本当は4000くらいするはずなんですけど、誰が送ったか全然わかりません。マジ切れです。はい。まあ、ですね、本当にチャラい発表というものをお見せしますよ。改めて10分くらいで学ぶ、イジェクトコマンドユーザー管理というところですね、今日ちょっと発表しようかなと思います。で、まず自己紹介ですね。アキーと申します。北海道根室市出身で、今いつもサラと言うんですけど、根室市どこですかというとここです。北方領土というのはすごい近いところですね。よく知り合いの船が拿捕されてですね、そういう話を聞くようにしています。今はですね、仮想化品のエンジニアとしてお仕事をしつつ、実行されてるわけなんですけど、もともとはですね、さっきも言った通りですね、外貨の自作 OS のアプリとか作ったりとかですね、自分で OS 作ったりとかして遊んでました。その辺のなんか詳細っぽいのは下の URL をちょっと最近書いたので、よかったら見てみてください。で、今日の中身ですね。イジェクトコマンドユーザー会について、紹介しつつ、どういうものがイジェクトコマンド構成かっていうのですね、今日は解説していきたいと思います。そして最後にコミケの宣伝をして、集客活動をするというような流れになります。で、イジェクトコマンドユーザー会って何ですか？イジェクトコマンドユーザー会とは、CD ロムドライブをリモートからイジェクトコマンドでトレイ開閉させて、トレイにいろんなことをさせる工作を作って、使うユーザーの集いです。はい、リピートアフターミー。ユーザー会の活動状況なんですけども、現在グループグループに25人分を参加していますが、ございません。それでもですね、ユーザーの設定を見るとですね、メール通知、いりませんという設定にしている人が何人かいてですね、そんなことしなくてもメールは来ませんので、はい、もちろんユーザー会のミーティングもありませんし、OSC で私がブースを出して出展、普及している程度でございます。でなので実際に CD ロムドライブを利用して、活用しているユーザーはごく数名であると、思われます。私も今自宅では動かしていません。なんか変な集まりだなと。なんかティームレボリューションみたいな感じですかね。西川貴教という男性のソロプロジェクトなんですけども、たくさんのファンをひっくるめて、TMR ですというような、解説がですね、ウィキペディアにちゃんと載ってるので、それ見るとですね、イジェクトコマンドユーザー会も同じものかなという感じですね。皆さん、ファンも一緒に歩んでいきたいというような願いを込めて、イジェクトコマンドユーザー会やってます。ただしですね、強風とは特に関係ありませんので、お気をつけくださいと。で、入会するにはですね、イジェクトコマンドユーザー会の事前にアクセスしていただいて、グループのリンクがありますので、そちらを見てください。で、その他ですね、一応ミクシーコミュニティもあるんですけど、ミクシーそんな見ないですよね、もうね。はい、ただですね、Facebook はですね、ページございません。ご注意ください。どちらにしてもですね、URL ありませんので、置いてきぼりにされることはありません。はい。でですね、最近ユーザー会ちょっと、募集したいものがありまして、イジェクトのサイトを英訳してくれる人ですね、探しています。実際に英訳したりとか、あとそれのサードとかを見直したいと思っています。私ちょっと英語やっぱりわからないので、わかる人にちょっとやってほしいというのはですね、実はラズベリーパイの方面からですね、結構需要があります。はい、実はですね、一回ラズベリーパイの公式サイトにイジェクト紹介されまして、それがですね、だいぶ海外から反応がありまして、その後イジェクトの T シャツとかを向こうに送ったら、そのツイッターでつぶやかれて、でそれがどこで買えるんだっていうメンションが飛んでくるそういう感じですね。ちょっとイジェクトに興味ある人海外にもいるらしいので、ちょっと英訳の、作業もしたいなと思っています。で、本題ですね、どういうものがイジェクトコマンド構成かという感じなんですけども、さっきも言いましたけど、CD ロムドライブをリモートからイジェクトコマンドでトレイ開閉させて、トレイにいろんなことをさせる工作を作って使うというような感じですね。ここにも出してますけど、マイクの切れると、
はい、これですね。今 CD ロムないので、これ全部バッテリーで動いてます。はい、こんな感じですね。はい、で、あ、ちょっとホワイトですね。はい、で、これトレイ開けると、はい、こんな感じでトレイがあるんですけど、下では電飾がついてると。はい、閉じましょうと。ドアを開けることで、このスイッチがここにあるんですけど、これをスイッチオンにして、電飾をつけると、素敵な飾り物を作るというような感じですね。はい、というわけで、まあ、こんなことさせます。ハムスターにご飯を入れて、エアコンの電源操作しましょう。まあ、これ操作しましょう。で、そしてジョヤの缶を作ると、はい、いうような感じですね。まあ、いろんな工作を作っています。で、今年もですね、ジョヤのエジプト中2が31日ありますので、ツイートするだけで簡単にトレイ開けられますので、よかったらやってみてください。はい、まず、ハムスターのリモートページですね。まあ、1泊2日の旅行であるとか、あとはまあ、我々インフラ屋さんとしては夜間作業とかありますので、まあ、そういう時にですね、まあ、ちょっと仕掛けてもらうといい感じですね。私もハムスター買ってますけど、まあ、こんな感じでご飯をやられます。で、あと、まあ、もうちょっと上げたいときはですね、まあ、ドライブ積み重ねていただければ普通に、そういう、まあ、イジェクトスタッフに名前つけてるんですけど、そうです。そして、エアコンリモート操作ですね。2010年に開発しまして、まあ、これもやっぱハムスター向けだったんですけど、その後2年ほど、イジェクトでやってましたが、ですね、今年になってラズベリーパイ向けの、簡単な電子工作を作りまして、CD ロムライブ配信になりました。なので、今自宅で調教しているドライブはありません。で、こんな感じですね。まあ、ラズベリーパイとちょっとケーブルで話して、学習リモコンという構成で、赤外線でやると学習の、手間が発生するんですけど、それを省けるという技術をそのままに、ラズベリーパイでできるエアコンリモート操作というのを作りました。でですね、興味ある人はですね、この、ラズベリーパイ実用入門という本がありますので、ぜひこれ買ってください。ラズベリーパイって書いてますけど、イジェクトと読み替えても構いません。で、これですね、AC リモート操作、100V 電源を、イジェクトで操作すると、まあ、普通の家庭用のこのスイッチを使って組み合わせるので、リレーとかそういう電子工作の必要はありません。なので単純で安いと。で、あとクーロンと組み合わせるとプログラムタイムになりますので、まあ、すごいいい感じじゃないでしょうかね。そして一番のイジェクトですね、自分の年末に欠かせない欲求文化を作ってください。100回近い金を叩いて煩悩を払って新年を迎えると。で、これを CD のドライブでやります。これ去年の写真ですね。はい、ミクさんとか飾ってちょっとおしゃれにしてましたけど。で、今年のプロタイプ、今のところこんな感じで。ラッドシンプルな構成にしてますけど、ちょっと釣り鐘タイプの鐘も用意してますので、そろそろ実験して使えるかどうか試してみたいと思っているところです。で、まあ、こんな感じでいろいろやってます。で、イジクの開発フローなんですけども、まず、まあ、ひらめきます。店先とかで、あ、もしかしてこれだったらなんかいい感じに良くなっちゃうかなと。で、これを見ちゃったときは、ヤマダ電機で買い物してて、はっ、思いついてしまう。もう思いついた瞬間、もうにやけが止まらないわけですね。もう完全に不審者なわけです。そして、まあ、買い物バーッと済まして帰って、まあ、とりあえず作って、動作テストすると。で、うまくいくと、よし、来たぞ。これで次のネタはバッチリだと思って、ニヤニヤすると。で、そしてドヤ顔でツイッターとかで発表しまして、ファボにツイート等々稼いで、満足するというような感じになります。で、今日はツイッターでちょっとつぶやいてましたけど、これの、うつもですね、まあ、大村に出かける前にですね、糸の子で板を切って、フリスクのケースを乗せて、その後こうドライブをつけて、まあ、これが出来上がったというような内容になります。ちょっと、ちなみにこれ、アットマークイジェクトアンダー UC にメンション投げると多分動きます。でですね、ちょっと最近困っていることがありまして、正しくないイジェクトコマンド工作というのが増えてきました。イジェクトやってみたって言って出てきたものはですね、実はね、肝である工作文が抜けているものが多いです。イジェクト楽しいとか言ってるんですね。何が楽しいですか。正しくないでですね、私にとってイジェクトは手段であると目的ではありません。イジェクトすることによって楽しいことは何もないです。正しくないでですね、CD のドライブをイジェクトコマンドとかなんかでトレイパイにさせて、楽しい、終了、読み行こう。こんな人が出てしまったら、ちょっとすごい最近悩んでてですね、いろいろ考えたんですけど、まずまあもちろん欲しいものですよ。ありますね。まず美味しいで、まあ美味しいとかですね、まあこういう感じで発表するんですけど、特に CD ロムドライブの操作しか脳に焼き付いてない感じがあります。なので真似した時にですね、肝心の工作文のないことが、考えられる。なので、イジェクトコマンドユーザー会という名前がイジェクトのことしか考えてなさそうな、雰囲気を出している
まあ、この辺もあるのかな。でもですね、実際には ATV とか UDEV とか Qlon とか、アパチなり NGX なりのことも考えているので、問題解決のためであれば Linux なりあるものとか、物理的なものは何でも使います。もう一つ、あのフレーズが悪い説ですね。何々使っているの CD-ROM ドライブ、CD-ROM を取り出したくなることありますよね。だらないとしたら、今すぐこの記事を読むのがやめて病院に行ってください。まあ、このフレーズあるんですけど、これ系の記事、最近なんか今年になって増えてですね、まあ、イジェクトする手段については、格段に充実したかなと。まあ、MRuby であったり、なんで、Python であったり、Nagi であったりとか、あと Chrome であったりとかですね、まあ、そういうの増えましたけど、なんかこれを機に試した人は増えたのかなという点では、まあいいのかなと思ってるんですけど、でもその先がないわけですね。イジェクトコマンド的には、まあ、その先が欲しいので、まあ、ここで、まあ、満足する人を間違って、満足する人を量産している可能性があるのはちょっとダメかなと。まあ、何してもいいんですけど、私にわけわからないネタを振ってくるのはやめてくれと。なんか何々のイジェクトとかどうですかとか言われるんですけど、ね、知らん、自分でやってくれと。非常に違うんです。ツイッターとかでメンションとかされてすごいイラッとします。もうこんな感じです今。イジェクトサーバー X って打ち込むと、ラックからサーバーがウィンって出るのをお願いしますとか言うとね、はみたいな。イジェクトケースとか作んないですか、何言ってんですかみたいな。インクCD-ROMドライブを偽装する USB デバイスとかでも知らないって自分でやってくれてうわーって感じなんですよ。なので、まあやめてくださいという感じで、まとめはですね、まあ、イジェクトコマンド良さが言いますけど、どっちかというとイジェクトコマンド工作会の方が、まあ、呼び方としては近いのかなと思っています。イジェクトとか CD-ROM ドライブ以外でやれるのは別にそれでやります。エアコンとかもそうですね、はい、で私にイジェクトっぽい名称を飛ばすときはですね、まず最初に完成品を送ってください。アイデアいりません、最初から完成品ください、はい、私は平和な、リクッドライフとかを送りたいわけですね、はい、手遅れたいわけです。で最後に、はい、コミケの宣伝ですね。大晦日はコミケ行きますよね、行かない人行かないどこに行くんですか。はい、まあ、いいです。大晦日はですね、西川にまあ、真っ直ぐ行っていただいて、西須の 08D コクダランドというところですね、イジェクトコマンド系のものを売っています。新刊できぬイジェクトコマンド工作出します。はい、来週の月曜日ですね、出来上がりを受け取ってきます。金庫図で出しますので、はい、一部250円くらいで売れればいいかなと思っています。はい、あとイジェクトステッカー2というのも作ったので、これもコミケで売ろうと思っています。イジェクト娘がありますからね。というわけで、私の発表は以上になります。ありがとうございました。